自分の人生はね、自分で変えることしかできないんで、俺はね、大きく変わるんですね。夏の勉強がうまくいったかいってないかなんですよ。やってきたものを確実にしつつ、かつ一個上のレベルですね。自身が間違えるミスってね、本当に決まってるんですよ。ある。Hello there、 始まりました、森田チャンネルです。今回はですね、ほら来ましたよ、もうですね、細井先生に再び、おいでいただきまして、はい、お願いします。まあ大人気チャンネルエデュケイト TV、もう自分のチャンネル喋ってるから、ね、もうなんか最近はビリオジプロデュースとか、そうなんですよ、やってますもんね。ビリオジさんね、もう40代からの医学部再受験っていうことでね、もう面白いですよね、やっぱり。けど僕そういうね、なんか新しいことをやろうっていう人はすごい好きですね、はい、多分見てる方で再受験の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、自分の人生はね、自分で変えることしかできないんで、もう始めたら半分勝ちですよ、簡単に言うと。なんか来年やろうとかね、今年はなんかとりあえずセンターの過去問でも解いてみようとかね、はい、そういうね、うだうだ言ってるやつはね、まあ、いつまでたっても成功しないですわもうやると決めたら明日からやるとかね、今からやるっていう人はもう何事も成功しますけど、とりあえずね、面談してみたいですとかね、体験受けてみたいですとかね、はい、一応塾も結構来るんですけど、まあ、その時点で僕らは結構あれですね、まあまあ甘いなって思いますよね。おー、なるほど。そうなんです。だから人の話聞いて決めるぐらいだったら、いやいや、ここで直接話すことと、例えば俺がね、動画で言ってることって同じなんで。なるほど、なるほど。はい。例えばね、森哲也チャンネル見てくれればいいんですよ、簡単に言うと。はい、そうですね。言ってるんで。だから、それをね、生で聞かなきゃ自分の心が決まらないとか、まあそういう甘いこと言ってる人は、まあ、自分から負け戦を言ってるようなね、もんですよ。なるほど。うん、だからね、やると決めたらやりゃいいんですよ。で、そう。面談後悔しないから、絶対。てか、やんない方が後悔しますよ、みんな。なるほど、うん、じゃあ、これからビデオをプロデュースしていくわけですね。ああ、もちろんですね。だから、頑張ってほしいですけどね。だから、けど、もう厳しいこと言いましたけどね、動画でもね。はい、受かるかわからないよっていうね、そんなん当たり前ですよね。いや、もう英語もやっていくわけですね。理科の先生でしたもんね。あ、そうです、そうです、そうです。理科の先生ですね。だから、英語の時はね、よろしく。はい、わかりました。てか、受ける医学部。僕が今日来ました。違う、うわ、マジっすか。文系やば、文系。 ありがとうございます。ちょっと待って、ビデオ実なんで、ちょっと待って、ビデオ実ちょ、ワンもまだ始まってない。いやー、これ今夏休み明けの人たちがいっぱいいると思うんですけど、はい、どうやってったらいいですかね。やっぱ夏休み明けの勉強って、これを大事にしなきゃいけないとかありますか、ね、これはね、大きく変わるんですね。夏の勉強がうまくいったかいってないかなんですよ。はいはいはい、うん、よく天王山とかよく言いますね。まあそうですね。だからうまくいってる人は、まあ、9月からすごい滑り出しがやっぱりいいですし、うんうん、しかも9月って頭にやっぱり模試があるんですよね。8末9末9頭ってね、絶対にこう河合と寸大の、まあ、河合の伝統記述だったりとか、寸大の全国判定模試だったりとか、うんうん、そういうまあ大きな模試が控えているので、まあ、ここでまあ自己採点も含めていい感触が得られると、やっぱり9月の滑り出しはすごいいいんですよね。うん、だからやっぱりそこでうまくいってるかいってないかによってかなり戦略が変わってきます。例えば、8月の勉強はあまりうまくいってない、計画通りにいってないっていう人、8月の借金をですね、9月で返さなきゃいけないので、だから9月の例えば15日、まあ、9月半ばまでになんとか返すとか、9月いっぱいで返すっていう風にフェーズを決めないと、まあ、センター試験ある人もまあいると思いますから、そうなってくるともう11月からやっぱセンター意識していかなきゃいけないですから、そこがね、どん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 ね、やっぱり10あたりがね、きつくなってくるんですよ。なるほど。要はあれ、これ2時の勉強あんまりする時間ねえじゃんみたいになってくるわけですよ。やっぱりね、国公立受けようっていう人はセンター試験対策しなきゃいけないですから、それがね、やっぱね、センター試験対策もそんなみんなね、まあ、ちょこちょこはやってても前もってやってないですから、10月ぐらいにね、まあ、9月とかにね、過去問解いたりすると、え、俺センターこんな取れないのって、あ、はいはい、まあ、やっぱなりますよね。特に国社もあったりとかね、まあ、普段使わない科目が増えてるって人は特にですけれど、案外取れないな、あ、てか結構むずくねって、多分ね、思う人は結構いると思うんですよ。英語だってね、やっぱりあれ、あんなのちゃんと形式対策しないと、ね、できる人だって170点とか取っちゃいますからね。俺やっぱスピードってかね、ちょっと慣れないときついですよね。そうですね、慣れは必要ですね。そう、だからある程度やっぱり模試問も過去問も含めて、まあ10ぐらいは解いておいた方がいいと思うんです、うん、
ですね。でそれ考えると結構な時間を要しますから、あれ日の勉強逼迫されてるなってなるわけですよ。なのでだからもうとりあえず8月で借金作っちゃってる人は9月に早く返す。で8月うまくいってる人は9月から、まあ、うちの塾の場合はワンランク上の問題集を始めてるんですね。8月からね、まあ、そのバッティングさせてるんですよ、うんうん、基本的に、まあ、例えば数学だったら1対1対応の演習とがの3週目と次の新スタンダード演習だったりとか医学部攻略の数学だったりとかのこう要は1個上のレベルと、まあ、新規情報ですよねと既存の問題集の最終集をバッティングさせてやってるんで、あ同じ時間にその通りです。はい、だから3週目になると、あの要はロート式勉強法でいうと問題数減ってるので回転が早くなりますよね。だから8月いっぱいとかで分回せちゃうわけですよ。なるほど。だからそう8月中で2周しちゃう生徒もいますね、最後のところね、まあ、自分のピックした問題だけだったら一瞬でできちゃうじゃないですか。ロート式ってあれですか、こう減ってくやつですね。そうです、問題を減らしてって自分の、まあ、できないところを抽出していくっていう作業ですね。データ抽出です、簡単に言うと。なるほど、このロートですもんね。そうです、そうです。どのロートじゃないんですか。ロートって英語で丸暗記って意味があるんです。ああ、そうなんですね。へえ、そうなんだ。ロートラーニングっていうのも暗記って意味なんで。なんかちょっとすげえマウンティングしてる。なんかお前知らねえだろお前みたいな。ちょっともう医学部 VS、ね、じゃあロート製薬は丸暗記製薬って言うたんですか。そう言いたいんですか。ちょそのくだりやってちょっとすぐ出さないそのくだり。なんでロートの宣伝しなきゃいけないんだよって話なんですけど。そうなんです。だからロート式っていうのはこうすぼめていく勉強ですね。だからまあこれは勉強の基本なので全員がやってほしいんですけども、まあ、すぼめれば回しが速くなるんですよね。分回せるんで、要は今まで150問だった問題が最後30問になってれば5分の1の速度で回せますよね。うん、だからそれをまあどれだけ回せるかっていうところですよね。と要は新規ですよね、1個上の、まあ、チャレンジングな問題に取り組んでいく時期だと考えてるんですね。なるほど。だから9月10月っていうのは僕はそういう時期だと考えてますから、今までやってきたものを確実にしつつかつ1個上のレベルですね、あの、まあ、問題集ね、まあ、その難易度順に並べていけばいいと思いますけども、あのやっていけばいいと思います。英語に関しては、夏に長文入ってるんで、それを続けていく。そして英作文を入れる時期が9月からですね。で英作文を入れるっていうのは基本的に僕は文法がほぼ完全にマスターできてないと英作文をやる意味はないと。なるほど、なるほど、うん、まあ、これは僕の持論ですけども、そう、まあまあまあ本当に文法ポロポロですからね。いやいやいや、なんでそんなか、なんでそんなかいや、やっと森哲が喋ったと思って英作文ね。いやだから英作、あれビリオジ英作やるんですか。ビリオジ英作やりますよ。じゃあ見ますよ。じゃあ、おお、添削、添削します。無料添削、風味にも言ってますからね、添削するって。僕だって予備校で、あのお金もらってなくても全部添削してますからね。添削文あるやつは全て見てますから、ね、ちゃんと添削できるんですか。やってあ、ね、めっちゃ早いですよ、鬼のようなスピード。他の多分講師より圧倒的に早いと思う。やっぱさ、それって予備校講師やってるから早いですよね。そのフィルタリング能力が早いってことですか。そう、あとやっぱ正語問題めちゃくちゃ解いたんで。ああ、確かにね、うん、だからてか結局英作もさ正語もさ間違えてるとこみんな一緒だもんね。そう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 パターンで、だからもう間違い浮き出て見えちゃう。はい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 、だからその大学時代とかめっちゃ嫌われてましたもん先輩、あのアカデミックライティングの会社いっぱいあるんで。はい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 。でピアエディティングってこうお互いチェックしないといけないんですよ、うんうん、でだから先輩たちのもガンガン見なきゃいけなくて、はい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 、すげえ赤入れてくるって言われてめちゃめちゃあのゼミのあいつ森田やべえみたいな。めっちゃ赤入れてくるって、あのスーツいつも着てるやつ塾講師でね。まあね、けどやっぱさ英作で僕もまあその塾講師ねバリバリやってた時たくさん添削しましたけど、日本人が間違えるミスってね本当ね、そうそうそう、決まってんすよ。あるんですよ。もう本当にね、もうその SVの対応だったりとか、うん、あとはもう単純に裸名詞ね、あとは間まで二分をつなぐとか、もうね、なんもうみんなね接続詞無視して文章つないだりとかね、もう多発するんですよね、そういうのが。すごい、初めて英語教えてた感が出ましたね。おい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 教えてたわ英語教えてたわ。けど実際そうじゃないですか。その通り、まず裸名詞ね、みんなね、あとか S がついてないですね、ザとか何も。そうなんです。だからそこはね
結局日本語との感覚のズレなんですよね。であとは文と文をねこうまあカンマでつないでしまう、接続詞なしでつないでしまうだったりとか、はい、まあそういうのは多発するし、まああとは自分が書いた主語に対して V を意識してないからもう三単元の列が抜けるはもうねめちゃくちゃですよ。だからそういうのってまあ当たり前だけどその正語の選択問題でもそういうとこ聞かれるし、ね、みんな一緒なんですよね。それも僕はだから英語喋れないんで、だから喋れなくても見れるんですよ。なんでかってそれはミスのパターンを自分でも分かってるし人のも見てるから、うん、だからみんな一緒だなって思いますよね。だから例えば英文成功でもその長文成功でもね、まあ、有名なその問題集であれば質問してくるところは 80% 一緒。なるほど、分かってるわけですね。もうそうです、だからもう覚えてるんですよ。もうだってもう本当にねもう50回60回聞かれてるんですよ同じところのね、まあ、要はここの役がこう私はこう書いたんだけど回答はこう書いてあるどうなのかっていうところですよね。だからやっぱりその例えばですけどね長文成功とかね、まあ、英文成功って名著ですけどあれ書いてる方も結構ね特徴的な役をする部分はある、はいはいはい、ありますよね。やっぱ ね、 ねちょっと癖があるんですよ。でやっぱそこの癖にねやっぱ受験生みんな気づいたりとか、はいはいはい、自分で書いてると齟齬が出たりとかね、まあ、そのギャップを感じるわけでそこってねやっぱりね毎回一緒なんで Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.